師匠、今日は随分と早いんですね。お前も早いではないか。私は道場の掃除をしております。それは感心だ。ありがとうございます。ご苦労。はい。でもどちらへお出かけなんですか？いや、ある会合に呼ばれた。会合ですか？国を良くするための会合だとか。ただいる連中はあんまり会いたくない連中なんだ。まあどうしてもと言われるとな。まあそうおっしゃらずにお気をつけていってらっしゃいませ。国のためになるのなら、まあこの国を変えれるのなら。じゃあ留守を頼んだぞ。はい、行ってらっしゃいませ。お気をつけて。今日の会合はくだらん。何が国力をつけるのに軍備に莫大な金を投じるだと？これ以上人と人が争って何が残るんだ？お前いつまでそんな鉢巻きしてるんだ？そんなこと言いやがる。私はこれ以上人は殺めたくないからこうして鉢巻きして身を引き締めてるんだ。なんだ。そうだが、初代天馬天平はこの私だが、しかし天馬天平は私の息子に襲名させた。そういうお前たちは一体何者なんだ？俺たちの決めんとこの国を変えるのはお前ではない。私はもう刀は捨てた。人は斬りたくないのだ。お主、弾けすぎたか。刀を抜け。これ以上人は斬りたくないのだ。そんな物騒なものはしまいなさい。お前の素性は割れている。あの抜刀斎。
何？抜刀斎？そんな男はもう忘れた。そうか。どうしても私に刀を抜かせたいのか。ならば。仕方がない。竹は切っても人は切らぬ。まだ若者だ。なぜ若者が刀を。若い女だ。これもそうだ。みんな若者。なぜよ、若者が。この日本を変えるには刀ではない。これからの日本は人を殺めたりすることでは変えることができないとおっしゃる。本当にその通りだと思う。でも剣を預かる者として武士道は決して忘れてはならない。師匠、今日の会合はお帰りがいつもより遅いな。どうしたのかしら。天平さんもあの響き道場にお出かけ、今頃子供たちに剣を教えてるのかしら。私はまだまだ師範代にはなれたけど、実力はまだまだだわ。よし、今日も稽古。稽古するしかないわね。よし、頑張ろう。
ただいま。お帰りなさいませ。戻ったぞ上田。はい。今日は私は大変な目に遭った。え、どうしたんですか。まだ刀を使ってる連中がいる。刀ですか。そう、私はもう刀は使わないと誓ったのに、私は刀を使わされた。師匠、刀を使ったんですか。大丈夫だよ、峰で相手を倒した。よかった。鬼面刀とか足をしてたぞ。鬼面刀知ってるか。お前聞いたことないですね。この国を変えるのはお前ではない、この鬼面刀だ、なんてほざいてた。でもその者たちは刀を使ってたんですよね。そうだ。刀なんか使って、鬼面刀。あの、はい、ここが先兵道場ですか。そうですね。では道場主は初代天馬天平殿でございますか。はい、師匠は今道場におります。ではこれをその方にお渡し願いたいだろうか。師匠が道場におるというのは私が隠すなら貴殿の名を名乗りなさい。これは今度はご無礼を。拙者はしがない素人に林大輔と申すけど、改めて申し上げ、これをその方にもう私願いないだろうか。わかりました。かたじけない。
か。刀を交える前に意識がなくなりました。今のは何という技なのですか。これぞまさしく天馬天平流。あの我々を師匠の弟子にしてください。弟子、どう上だ。はい、私は弟子は取らんことにしている。そうです。どう上だ。はい、弟子にしてやってもいいか。そうですね。ただし条件がある。その条件とは、まず道場では真剣勝負は不発と、そして道場では剣は使わぬ。専門と同じだ。武士道をしっかりと体に備えておく。それが分かるのが、お前たち私の弟子にして。ありがとうございます。いつからでもいいぞ。待って。はっ。師匠、いいですか。いいぞ。この二人は何か見どころか。この世を変えたいというその気持ちはわからんでもない。ただ真の武士道を心得ねばならない。しばらく彼たちの様子を見て